アミラーゼとは、ジアスターゼとも称される、水液や大気に含まれる、消化酵素。クリコシド結合を加水分解することで、デンプン中のアミロースやアミロペクチンを、単糖類である、ブドウ糖や二糖類であるマルトースおよび、オリゴ糖に変換する、酵素群である。アミラーゼは八百三十三年、フランスの生科学者、アンセルム・ペイアント・ジャンペルソーが、大麦の芽から取り出し、 切り離すを意味するギリシア語のデルタイオタアルファーシグマタウアルファーシグマイオタよりジアスターゼと命名された。これが酵素の初めての単理である。アミラーゼは消化酵素であり、澱粉やグリコーゲンを分解する。体内では主に水臓、自家栓から分泌され、また大根や株、山芋にも多く含まれている。胃腸薬、消化剤として市販もされ、 胃もたれや胸焼けの治療、防止に服用されている。日本の製薬会社、産協の事実上の創業者である、高峰上吉は、麹菌からジアスターゼを抽出し、自身の名の、鷹を冠して鷹ジアスターゼと命名して1894年に特許を申請した。後方のジアスターゼの抽出成功は、古くから餅を食べるとき大根おろしをつけて食べるといが、 持たれないということが大きなヒントとなったとも伝えられる。夏目漱石の作品、我輩は猫であるには、最期のりが発見した大根ジアスターゼについてと思われる新聞記事や高ジアスターゼを常用する人物が描写されて消化を促進するという機能が広く知られ、用いられた様子がわかる。現在、 正式な物質名はアミラーゼであるが、救命であるジアスターゼも医薬品、化学薬品のタカジアスターゼとして使用されている。日本では、現在も第一三共の医療用医薬品として、タカジアスターゼ末として薬局に卸されている。また、第一三共ヘルスケアから一般用医薬品の新タカジア状ジと第一三共胃腸薬シリーズにタカジアスターゼヌとして配合されている。 アルファアミラーゼ、ベータアミラーゼ、グルコアミラーゼや、イソアミラーゼがある。アルファアミラーゼは別名棒1、4αD グルカングルカのヒドロラーゼ、グリコゲナーゼといい、デンプンやグリコーゲンの α マイナス1、4結合を不規則に切断し、多糖ないし、マルトース、オリゴ糖を生み出す酵素である。ベータアミラーゼは別名棒1、4αD グルカングルカのルトヒドロラーゼ、 グリコゲナーゼあるいは、サッカロゲンアミラーゼといい、デンプンやグリコーゲンをマルトースに分解する。植物や微生物ではよく見られるが、動物からは見つかっていない。糖鎖の非還元末端から二つ目の α マイナス1、4グリコシド結合を液ソ型で逐次分解して、マルトースを産生する。直鎖型のアミロースに対する分解効率は高い。一方、 アミロペクチンに対しては α−1、6グリコシド結合をしている分子部で反応が停止し、マルトースとともに β リミットデキストリンが生成される。グルコアミラーゼは、正式名称がグルカン1、4α グルコシダーゼといい、1、4αD グルカングルコヒドロラーゼ、エキソ1、4α グルコシダーゼ、ガンマ、アミラーゼ、リソソーマルアルファグルコシダーゼあるいは、 アミログルコシダーゼを別名とする。糖鎖の非還元末端の α−1、4結合を液素型に、加水分解して、ブドウ等1分子を産生する。α−1、6結合も切断するものも知られている。イソアミラーゼは、アミロペクチンやグリコーゲン中の α−1、6グリコシド結合を切断して、直差のデキストリンやアミロースを生産する。ただし、 プルランを分解できない。分子部を切断するため、枝切り酵素や脱分子酵素とも呼ばれる。アミラーゼは、植物では、果実の成熟や、穀物の発芽の間に合成される。穀物種や酢、水飴などの伝統的な製法では、澱粉の糖化に爆芽に含まれるアミラーゼが用いられる。微生物の分泌するアミラーゼは、工業的に大量に生産され、製糖。 食品加工、胃腸薬、医療製造、洗剤等に利用されている。工業的にアミラーゼを生産する微生物としては、アスペルディルスオリゼや枯れ草菌が知られている。尿中や血中のアミラーゼは、水臓疾患や大気腺疾患の診断に使われる。人のアミラーゼには、以下のものがある。医療において、アミラーゼ高値を提していることは、必ずしも水疾患。 唾液腺疾患を意味しない。疾患を合併しない代表的なものとして、マクロアミラーゼ血症がある。これは、アミラーゼと免疫グロブリンが複合体を形成し、血清アミラーゼを測定すると高値を呈するもので、臓器障害を意味しない。同様の状態には、マクロクレアチンキナーゼ血症がある。ありがとうございます。